どうも、サングラス兄弟の、なんです。今日は、遊戯王、デュエルモンスターズ、バトルオブカオス、一パック、開封してみたいと思います。狙うは、もちろん、マスター・オブ・ドラゴン・ナイトが収録されているそうなので、そちらを、狙いたいと思います。さあ、行きましょう。一パックなので、緊張しますね。行きますよ。当たるか、当たらないか、外れるか、外れまいか。まあ、早くしろってね。じゃあ、開けたいと思います。じゃあ行きますよ。マスター・オブ・ドラゴン・ナイトの狙いで。じゃあ行きます。じゃあ、ラー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 。緊張しますね。こういうのも。じゃあ行きますね。すいません。ちょっとハサミが浅かったみたいなので、今度はしっかりと切ります。じゃあ、ラー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 。じゃあ行きます。一枚目。極星獣、グリンブルスティ。まあ、俺から下見たら、イノシシですね。いや、見たことないですね。攻撃力300、守備力100。強そうです。じゃあ次。めくって、ドン。なんだこれ。ヴァンパイアの装備、星3つです。で、攻撃力1500、守備力0。効果は、まあ、ちょっと、まあ、後で読んでいただきます。じゃあ次行きましょう。ドン。地層星、カイザー。星5、攻撃力、1000、守備力2100です。次行きましょう。ドン。魔法カード来ました。トップシェアですね。まあ、漫才している二人組が喜んでる姿です。さて、次が、いよいよ最後の一枚。マスター・オブ・ドラゴン・ナイト、入っているのでしょうか。じゃあ、開いてみたいと思います。ドン！あ。レアカード、DD グリフォン。これのデザインはすごいですね。鳥が立ってます。攻撃力1200、守備力1200。ペンディラムですね。ペンディラムカード。まあ、自分世代的にペンディラムじゃないのでちょっとわかりませんけど、まあ、今回は、まあ、こういう結果でしたね。この5枚が。当たりました。はい。この5枚ですね。はい。じゃあまた、ちょっと、今度ね、最新パックやら、まあ、もうちょっと、パックの数を増やして、動画撮ってみたいと思いますので、今回これで、See you. ありがとうございました。